はい、こんにちは、ジュリアです。髪を切りました。カード開封動画60回目はコレクション用専用のねデザインに特化したトランプを紹介したいと思います。2017年発売、バイスクルシネマです。コレクタブルプレイングカード .com で作ったものですが、いつものね実用的なものやカーディストリーム系のものと違って完全にデザインに特化したトランプになっています。映画黄金期のフィルム映画をコンセプトにしたトランプです。それでは開封したいと思います。箱を見ていきます。シネマプレイングカードになってますね。劇場の赤いシートとスクリーンが表示されていますね。A 先とかにも最近見なくなりましたね。横面がエアクッションフィニッシュで、ウエスプリングカードカンパニー。上面が何も書かれてなくて、バイスクルシネマのオリジナルクロージャーシールになってます。裏面のデザインは横面がね完全になんかフィルムのこのラインが入ってるみたいですね。下面がバーコードとコレクタブルプレイングカード .com のロゴ、そしてまあ KY 製ですね。で、最近ではね珍しくリサイクルマークは入ってないみたいですね。リサイクルペーパーではないようです。それでは開封していきたいと思います。はい、1レム入れました。こっち面がバッグみたいです。なんかデザインの枠が横面に入ってますね。なんかちょっと別のもので見たことがあるジョーカーですね。でもポップコーン持ってますね。で、色付きと白黒のジョーカーになってて、カードは横面がフィルムの黒い枠が入ってますね。スペードのエースなのに小さいマークですね。全てのカードが少しなんか黄ばんだような感じの背景とフィルムの背景が入ってるみたいです。このフィルムの穴のところにインデックスが表示されてるみたいです。全体的にピップスは小さめみたいですね。はい、おお。絵札のカードは上と下になんかもう続きになってるみたいな感じで、ここで途切れてない感じになってますね。あとなんか数字のマークのところがこのフィルムの一部になってますね。よく見るといつものバイスクルではなくて、ちょっと古めの絵札の絵になってます。よく見るとなんか縦に線とかが入ってて、古びた感じを、なんか古びた感じがちゃんと出てますね。ヴィンテージな感じがします。なんかちょっとクラブのジャックだけはいつものバイスクルっぽい感じはしますけど、ハートのキングなんかちょっと太った感じですよね。各エースのマークはなんか丸の円の中に描かれてますね。で、カードとは関係ないカウントダウンの1とか3とか書かれてる、なんかフィルム専用カードみたいな、これはでもダブルフェイスでもなくおまけのコレクション用カードみたいな感じでしょうか。で、いつものコレクタブルブレングカード .com のロゴのカード、これは1なんですね。そっか、裏面が全部1なのでこれは3番手カードなんだ。じゃあこれを裏面に使ってカウントダウンみたいな感じで使えるかもしれないですね。なるほど。
この裏面は3なので、そっか、これここに置いてても、そっか、箱の裏にポンって置いてて、ちょっとねカモフラージュできますね。なんかでもこっちはこのカウントダウンのあれが入ってるからちょっと違うのか、使い勝手はちょっとわかんないですね。お、ちょっと待って、これもしかして今気づいた、これ動いていってるわ。本当だ、これ1だけじゃない、途中で2になってるし3になってるのあるわ。でこれが、そうか、一番最初だからカウントダウンしてないんだ。これこれで動いていってるっていう、ちょっとこれだと分かりづらいけど、アニメーションしてますね。ちゃんとなんかアニメーションしていってます。そしてこのコレクタブルプレイングカード .com のロゴのマークも最後の1枚になってるんだ。なるほど、そういえばこれを外してるな。これはこれ3のかけらになってるから、こういうことか。これが全然減ってないやつで、これも減ってないやつで、これ1個減ってるってなって、そっか、じゃあこのロゴのカードもこのおまけのカードもこれの一部になってるんだ。あ、ファン広げたら普通に綺麗だわこれ。こっちは穴が見える感じでね。ちょっとファローを入れてみたいと思いますが、入りやすいんですけど、これを混ぜちゃうとアニメーションしなくなっちゃうね。うん、使い勝手悪っ。とりあえずこれとおまけカード外して、いつものスタンダードのカードを、おお、最近のスタンダードより6枚分厚みがあります。分厚い。これ、バラテさせるとアニメーションしないとか、なかなかちょっと使い勝手がめちゃくちゃ悪いですけど、コレクションの一つとしては面白いです。バイスクルシネマを開封しました。デザイン重視のね、コレクション用とはいえ、裏面がパラパラアニメでアニメーションするトランプっていうのはね、あんまり見かけないですよね。このバイスクルシネマの商品説明ページにはこのパラパラアニメーションのこと何も書かれてなかったんで、なかなか面白いギミックだと思います。それではジャンル分けしていきます。これはね、もう最近の KY 製の高品質なものと同じ感じになってるんですが、最近では珍しくリサイクルペーパーではないみたいですね。ジャンル分けはコレクタブルプレイングカード .com のコラボなのでコラボ企画、そしてシネマコンセプトなのでコンセプトで、デザイン抜群にいい感じなのでデザイン、もともとコレクション用に使われているのでコレクションです。ただね、マジック用としては全くこれね、上下どころか全てのカードがつながっているので、混ざったらすぐにバレちゃう感じになりますね。バイスクルシネマでした。よろしければチャンネル登録、いいねボタンよろしくお願いします。それでは。